お、ノエルのおかげで戦わなくて済んだ。未来に届けよう。助かった。うげえ。すぐしよう。なんかアヌビスが妙に強いんだよな。バニラは奥か。間に合ってくれ。やべやべ。お、なんか霧がすげえ深いけど。あ、消えた。おお、なんか超強そうなやついる。ちょっと戦ってみようか。こいつは戦ったことないもん。何も？つえー。マジかよ。ダメだ、時間かかりすぎるな、これは。エスケープしよう。ここら辺の相手もサクッと倒せるようになれるといいんだけどな。あ、時間のあれがないからエスケープしてもいいんだ。いくらでもエスケープできるんだ。もっとさっくり雑魚敵倒せるようになりたいけどね。うわ、入り組んでんな。神聖なる啓示。なんすかなんすか。やめて。回し蹴り結構範囲広かったから気をつけないと。あ、なんかこっち正解っぽいルートだな。あ、なんか誰が倒した。先客がいるのか。お、これは良かった。戦わなくて済んだ。いい。アヌビスもなんか神格化してない色が。ただのワンちゃんじゃないと。神の犬だということですか。死者の魂が呼び寄せられている。栄翔の声が近い。もうすぐ儀式の場だ。アイテム2つ目、サムライコーム。逃げろー。うわー、またなんかでっけえのいるな。おい、ファングじゃん。これは一緒に戦えってことなんですね。名前はキマイガ。80万って。なんでこんな簡単に倒せんだ。90万が。エアロガ、サンダガ。いや、ファングさん味方になったのはやっぱちげえんだな。バニラがやろうとしているレテの禊についてどこまで知っている。前も言ったろ、死んでも浮かばれねえ連中をきれいさっぱり消そうって儀式だ。死者は無に帰り苦しみから救われる。バニラの命と引き換えにな。バニラは自分の真の力を知らされていない。あいつには他の誰にもない救いの力がある。バニラが呼びかければ死者たちも生まれ変われるんだ。なんだと。じゃあなんで救世院はこんな儀式を。救える魂をわざわざ消す必要も、そのためにバニラが犠牲になる必要もねえだろう。これは死者を楽にする儀式じゃない。聖者が楽になるための儀式なんだ。死んでいった人々の存在を無にして、その思い出さえ忘却することで、過去を否定することによって、あらゆる因縁のしがらみから人の心を解き放つ。それが救世院の計画だ。要するに過ぎたことは忘れて楽になろうって話じゃねえか。そんなくだらねえ儀式のためにバニラを死なせられるかよ。誰よりも男気が強いよね、バニラさんって。バニラさんじゃないや、ファングさん。やっぱかっけえな。死せる魂に救済を。
者の魂なのか。バニラの呼びかけに応えて集まったんだ。急ぐぞファング。マリア、目を覚ませ。今すぐ儀式をやめろ。ファング、止めないで。聖女の歌に応え、幾万幾億の御霊が安息を求めて集いました。やがて降り注ぐ神の光によって彼らの魂はことごとく浄化され、苦しみから解き放たれましょう。死んでいった人たちの魂は生まれ変わることができないままずっと苦しんできた。彼らの嘆きを忘れてはいけないんだよ。そうだ、死者を忘れてはならない。そう思うから止めに来た。バニラ、これは死者の存在を否定する儀式だ。人の記憶は消され、誰もが死者を忘れ去る。死者との思い出も消えてなくなる。まだわからねえのか。お前は救世院に利用されてるんだ。死者を否定するだなんて。だとしたらレテの禊の意味は。聖女よ、輝ける神が望むのは輝ける魂、曇りなき心。幾百年の歳月に耐えられなかったか弱き魂は不要。心を曇らす悲しみの記憶は無用。神に選ばれ導かれし我らの魂には新しき世界に生まれ変わる喜びだけがあればよいのです。これで分かったろ。救世院の奴らはな、自分らだけが救われるのに死者が邪魔だって言ってんだ。こんな儀式に付き合ってお前が犠牲になる意味なんてない。でもそれでも私償わないと。私はたくさんの人の運命を狂わせて死なせて、その人たちの魂が今なお苦しんでる声が胸に響いて消えないんだよ。お前一人の罪じゃねえだろ。だけどバニラ、お前は罰を受けたいんだな。禊の果てに自分も死んで死者たちのそばに寄り添うことが償いだと思っているんだな。もう一度だけ死者の声に耳を傾けてみてくれ。彼らの嘆きは深いだろうが、お前の死を望んでいるのか。こいつはきっと死者の思いだ。死んでいた人間を都合よく忘れようとする奴らへの怒りだ。うわ、聖女を守りしろ。ここで戦闘か。瀬戸社長かな。さえた終焉を思い知れ。いける、来たほらほら、はい、よいしょー。オッケー、つえー死者たちの声は聞こえたか。うん、深い嘆きと悲しみと、それから願い。長い苦しみが終わる日をみんな望んでた。だけどどんなに辛くても悲しくても消えたいと願う声は一つもなかった。苦しみに耐える魂が流す幾億の涙には、再び生きる日を夢見る希望があった。絶望は人を黙らせる。全てを諦めた人間は嘆きもあがきもしなくなる。死者たちがお前に嘆きを伝えたのは、彼らがまだ希望を捨てていないからだ。
なのに私は何も気づけなくて、レテの禊で死者を消し去ろうと。とんでもねえ勘違いだ。償わねえとな。一緒によ。償えるさ。お前なら死者たちを導ける。彼らに呼びかけるんだ。新しい世界を望むなら天の箱舟を目指せと。私が魂を導くの？うまくいくかはわからない。命の危険もあるだろう。命をかけろっつうならよ、バニラと私二人でかけるさ。ファング、レテの禊はやめる。死者たちに呼びかけてみる。すべての魂が新しい世界に行けるように。何を言うか。レテの禊は輝ける神のご意志。神明に逆らうなど許されようか。待たせたな。ヒーロー参上か。500年ぶりにな。魂の光だよ。始めるね。信じますぞ。一緒なら大丈夫。死んでも話さねえからな。カオスに漂うシセル魂よ、一切が滅ぶこの世の終わりに嘆きの時は終わる。最後の鐘が鳴り響く時、古き世を離れ天の箱舟を目指して。それは新しい世界に生まれ変わる希望。私は罪の償いに私たちの魂を燃やし、希望を導く光となろう。死せる者、生ける者、誰もが手を取り合い、共に新しい世界へ。全ての魂は解き放たれる。お前もな。ありがとう、ライトニング。あの子の思いをとどめる箱。
あの子というのは。あなたが解放者として目覚めた時、セラはいなくなっていた。あなたの中にいたセラはブーニベルゼに切り捨てられた。でもそのままじゃセラの魂はカオスに溶けてしまうから。お前が守っていてくれたのか、私に代わって。私たちは神様の手のひらからこぼれ落ちたもの。神の手で切り捨てられたセラを守るためだけに私はあった。ルミナ、お前は。あなたがちゃんとしていたらいなくてよかった。ただの入れ物。私が私として生きた時間はこれで終わり。お姉ちゃん。セラ、最後の鐘が終わるとき。新しき世界の始まりを共に迎えよう。